皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は以前解説したスターシップで紹介したスターシップを解説します。スターシップで紹介したスターシップって何を言ってるんだ？先進的すぎて大失敗したスターシップを紹介したの忘れた？ああ、これか、そういえばなんかやってたな。こういう変態機好きでしょ？まあ、確かに変わった形してるけどさ。でも霊夢はメイデイ民だから航空機自体には詳しくないだろ？そうね、DC-10 の貨物扉はちゃんとロックできないくらいしか知らないけど。変態気づきのマリサ、略して変態マリサのために頑張るわ。おい、妙な略し方するんじゃねえよ。さて、この先進的で珍しい形をしたこの航空機は、アメリカのビーチクラフト社が1989年に販売を開始した小型のビジネス機で、とても安定した飛行をしつつ、エンジンが後部にあるから内部はとても静かというメリットを持っていて、その珍しい見た目のおかげで大きな注目を浴びたけど、商用的には大失敗。販売終了までにわずか53機を製造しただけで終わったわ。乗り心地が良くて静かなのになんで売れなかったんだ？歴史も踏まえて軽く解説するとね、ビーチクラフト社は小型航空機業界の名門でね、1932年に設立して以来、いろんな小型航空機を世に送り出していて、その中でも1960年代に登場したキングエアシリーズが大ヒット。当初はずんぐりむっくりした形がちょっとという声もあったけど、積載能力の高さや大きな空間を生かした拡張性が好評で、ライバルの追随を許さず改良を重ねて今でも生産されているわ。ベストセラー機なわけか。それならスターシップなんて最初からいらなかったんじゃ？当時のビーチクラフトはそう思わなくて、1974年に登場したキングエアモデル200の後継機計画として、キングエアと比べ見た目がスマートでかっこよく、より速く飛べ、より高い積載能力を併せ持った機体が必要と考えたわ。そんないいとこ取りみたいなことできるのか？キングエアは改良を重ねた航空機だから、それを超える性能の追求は難しかったわ。だろうな。より速く飛べて航続距離を長くするためには機体の軽量化が必要だし、高い積載能力を実現するには機体の大型化が必要。大型化すると機体が重くなるから、やはり軽量化が必要なんだよね。キーワードは軽量化か。抜本的な軽量化の方法を検討した結果、ビーチクラフト社は既存の航空機用アルミニウムじゃなく、当時としては珍しい炭素繊維プラスチックを採用したわ。炭素繊維か、それは軽くなるな。だけどビーチクラフトには炭素繊維で航空機を開発するノウハウが足りないから、皆さんご存知のスケールドコンポジッツと契約したわ。そんな有名な会社なのか？知らないの？いや、聞いたことないぜ。私、以前解説したと思うけど。そうだっけ？バージンギャラクティックのスペースシップ2とホワイトナイト2がそうだし、世界最大の翼服を持つ空中発射母機のロックもそうよ。なんか変わった航空機ばかりなんだな。そりゃ、創業者のバートルータンが変態技術者だからね、仕方ないね。もみあげがすげえな。でもなんでスケールドコンポジッツと契約したんだろうな。それは実績があるからよ。そうなのか？ルータンは炭素繊維でできたバリージーという航空機を開発してるからね。だからノウハウを持つスケールドコンポジッツと共同開発することにしたってわけ。なんかこの航空機ってスターシップと似てねえか？まあ、スケールドコンポジッツが関わるとこうなるね。なるほど。完成した機体はいわゆる旋尾翼機でね、一般的な航空機は機体の後ろに水平尾翼と垂直尾翼があるけど、このスターシップは水平尾翼の代わりに機首部分にカナードがあり、垂直尾翼は主翼の端に配置、その主翼の上にターボプロップエンジンを配置しているわ。なあ、これ本当に飛ぶのか？何よ、こんなの飛行機じゃないわ。翼のついたカヌーよとでも言うの？唐突にコマンドネタをぶっ込んでくるなよ。設計が終わり、ここから販売にこぎつけようとするんだけど、その前に高いハードルを2つ超えないといけないわ。2つもあるのか。1つは機体の量産化でね、炭素繊維で機体を作ってるから、それ用の生産機械を導入しないといけなくて、その導入コストが大きな負担になることと、量産化のために一部の設計を変更しなくちゃいけなくなったわ。なるほどな。2つ目は対空照明がなかなか取れないことで、航空機を販売する前に連邦航空局の審査を受けないといけなくて、連邦航空局は安全性や環境性能など基準と照らし合わせて審査して、それに合格するとその航空機の飛行が認められるわ。
車で言う車検みたいなものか。ビーチクラフトはこの対空照明の取得に苦労したわ。安全性が低かったのか？というより前例がないのよ。どういうことだ？主要な構造部分にまで炭素繊維を使った航空機なんて初めてだから。連邦航空局はかなり慎重に審査しててね。かなりの部分で補強が必要となったから設計の見直しに時間がかかったのと、補強したら機体が重くなるから重くなった分だけまた補強が必要という事態になって、そうなるとせっかく炭素繊維を採用したスターシップのメリットが薄くなるから、その辺の解決に時間がかかったし、アナログ計器の代わりにディスプレイを配置したグラスコックピットも当時で初めの頃だったから、それも時間がかかる要因となったわ。そこまでして導入しないといけなかったのか？そういうのもセールスポイントの一つだからね。そういうことか。2年かけてようやく対空照明を取得して、1989年にこれから販売頑張るぞいと意気込んでみたもののなかなか売れず、販売開始から3年でたったの11機しか売れなかったわ。あれだろ、見た目が珍しすぎたんだろ。見た目は逆にお客さんの興味を引いてて購入意欲をかきたててたわ。マジでか。じゃあ売れない原因は何なんだ？売れない理由は主に2つあって。まずは価格が高すぎたことね。ああ、炭素繊維だからな。販売開始当初の価格はおよそ390万ドル。これはターボプロップ機としてはかなり高価でね。他社のビジネスジェット機とほぼ同額なんだよね。まあ炭素繊維だししょうがないか。これは開発に3億ドルという巨費を投じているせいなのと、対空照明を取得するために補強をたくさん施してるから、製造コストを押し上げてしまったせいね。なんか時代を先取りしてしまった感があるな。二つ目は性能でね。巡航速度で言えばスターシップの時速はおよそ560キロだけど、ライバルのジェット機は時速およそ800キロで飛ぶんだよね。なのに同じ価格なのかよ。巡航距離もスターシップはおよそ3000キロ。ライバルのジェット機はおよそ4000キロ飛ぶわ。それで同じ価格ならジェット機の方を買うよな。三つ目は経済状況でね。二つじゃねえし。販売を開始した当初のアメリカはまだ不景気だったから、ビジネスジェット業界全体としてあまり売れなかったわ。ビジネスジェットと比べて性能面で不利なのに価格は同じ。しかも不景気というおまけ付きか。もう諦めた方がいいんじゃ？そこでビーチクラフトはテコ入れをしたわ。値引きかな？無料点検をやるわ。は？無料点検？買ってくれたお客さんに無料点検をサービスすることでお得感を出したんだけど、これが裏目に出たわ。みんなこぞって点検に出したとかか？その通りよ。無料だからみんな頻繁に点検に出しててね。それを見た人がしょっちゅう点検に出さない機体なのかと誤解したわ。ああ、確かにそう思うわな。テコ入れに失敗したビーチクラフトは2回目のテコ入れをするわ。今度はなんだ？リース販売よ。お客さんにリースで貸し出すことで販売数を上げようとしたけど、ジェット機に対抗できないばかりか頻繁な点検が必要という思い込みには勝てず、利益を生むどころか財務を圧迫。もうこれ以上は好転しないと判断したビーチクラフトは1995年で生産を終了すると発表。結局6年間で53機を生産するだけで終わったわ。テコ入れしてもダメだったか。でもね、何が驚くって販売した機体のメンテを嫌ったことなんだよね。え、どういうことだ？販売したお客さん向けに無料点検のほか交換部品や補修部品を作り続けないといけないでしょ。まあそれがメーカーの責任だもんな。利益を生まなかった機体のために部品を製造するのを嫌がったビーチクラフトは、購入したお客さんに機体の買い戻しに同意してくれ、リースのお客さんには後に登場するビジネスジェット機に交換すると伝えたわ。そこまでして回収したいのかよ。そうやって回収した機体は炭素繊維でできてるからリサイクルできず破壊されたわ。そっか、アルミでできてたらリサイクルもできたのか。それでもまだ生き残ってる機体があって、2020年ではまだ6機あるわ。メーカーからしたら全滅させたかったろうな。ちなみに生き残ってる機体も自由に飛べるというわけではないわ。どういうことだ？入れる任意保険がないらしくて、飛ぶごとにスポット契約を結ぶか無保険で飛ぶしかないわ。無保険はまずいな。というわけで今日はここまでね。またどこかでこういうのをやるわ。あんま需要ないと思うぜ。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、
サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと、感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。しかし開発してる途中でこれはダメだと思わなかったのかな？思ってたわ。思ってたなら中止にすればよかったのに。スケールドコンポジッツと契約する前は財務的な問題で中止にしてたけど、途中でビーチクラフト社が軍需メーカーのレイセオンに買収されてね、大きな後ろ盾を得たのをきっかけに開発計画が復活。スケールコンポジッツと契約してもう引き返せなくなったわ。じゃあレイセオンが悪いのか。むしろ悪いのはビーチクラフトじゃないかな。なんでだ？対空照明がなかなか取れないってことは連邦航空局への差し入れが足りなかったってことでしょ？いや、それじゃあただの賄賂だろ。え、対空照明って券売機で売ってるんでしょ？大学の単位と一緒でさ。牛丼屋じゃねえんだよ。